東京 FM ワンモーニング鈴村健一です。時刻は8時38分です。ハードキャッスルエリザベスです。鈴さんと私ハードキャッスル、今日もってワンモーニング卒業ということで、はい、今朝はなんとこの方が駆けつけてくださいました。シンガーソングライターで声優の坂本真綾さんです。おはようございます。坂本真綾です。よろしくお願いします。お願いします。なんかすいません、なんか最終回に家族が来ちゃったっていうのと、そういうなんか、ね、おかしな展開じゃないですか。最高です。不思議な展開来ましたけど、ありがとうございます。光栄です。2019年の12月に来ていただいて以来、うん、そっかそっか、そうだね、うん、そうですね、そうだね、年末だったね、はい、そうですよ、久しぶりです、うん、はい、ね、今年 CD デビュー25周年イヤーということで、うん、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、ライブ最高でした。そう、雨風の日にありがとうございました。そうそうそう、雨さんの時は、ね、風が強い日だったね。そうなんですけど、本当に嬉しかった。なんかいつもマーヤさん、マーヤさんってオンエアで言ってくれてるけどどうせビジネス的なやつだろうと思ってたので本当にライブ来てくれるんだと思ってすごい嬉しかったです。最高でした。もう本当全部の演出も素敵ですし、マーヤさんの衣装もとっても可愛かったです本当に歌声も素敵でありがとうございました。本当にありがとうございました。そして絶賛公開中の新エヴァンゲリオン、巻浪マリ役としてもご活躍中。そうだね、はい、公開中です。大ヒット中ですからね、はい、面白いですからぜひ見てください、はい、ね、先ほどご家族だということも言ってましたけれど、はい、マーヤさん、鈴村健一さんの奥様でございます、はい、すいません、なんだかね、はい、はい、家族で今日はご夫婦がやってきました。どうも目の前で、ね、おはようございます。はい、はい、今ねチョコレートをねもらったんですけどね、うん、あの実はプレゼントで、ね、うんうんうん、鈴村さんが、はい、帰ったら食べようねってマーヤさんに今言ってたのそりゃ言うでしょう。言うよ、帰ったら一緒に食べるんだもんなんかいいなと思って私ももらったけど私は家帰って一人で食べるすごいやっぱり二人で帰って食べるんだなでも私はそうなんですけどザベスさんの手元になんかカップ麺があるのを見て、うん、あ、本物のいつも食べる、いつも、うん、これ本気で食べてるんだファンフィリーズも言ってるでしょ。そうなんです、本当に食べてる、ね、食べました、はい、さあそして3月31日、はい、坂本真綾さんお誕生日です。そうなのよ、すいません、わざわざありがとうございます。本日ね、なんてすごい、今日なんかすごいハッピーデーなんだってよ。あ、そうなんですか。金運がめちゃくちゃいい日なんだって。ザベスさん、ありがとうございます。お花が今贈呈されました。ありがとうございます。綺麗なお花来てくださってありがとうございます。ね、誕生日に来ちゃうとね、祝われに来てるみたいで申し訳ないですけれども、すごいタイミングだよね。本当そうですよ。ちょっと今年の抱負とかなんかあったら。うん、まあとにかく41歳になって、うん、なさすぎる、健康に気をつけないと。そうだね、いやザベスさんの若さが眩しいっていうのがありますけどでもまあね、年は取るものなのでみんな平等に、うん、はい、それをこう楽しんでいきたいと思います、うん、個人的に聞いてもいいですか、はい、どうやったら41歳そんなお綺麗に迎えることができる。あらあら、どうしましょう、この質問に何て答えるのが好感度高いでしょう。お金をかければいいんですか。それを言ってる段階で今好感度下がってるよお金はねそんなにかけてないんですけどあ、でも私、はい、あれなんですよ、やっぱ食べることが本当に好きなんですけど、うん、自分で料理するようになってからの方が健康になったような気がします。やっぱ食べたいものを食べて生きるって幸せですよね。自分で作る限り嫌いなものは出てこないですから、食卓に、うん、だからそれが幸せですね。マーヤさんのお料理がとても美味しいというのはいつも聞いております。今度遊びに来てください。そうだね、ご馳走したいです、うん、いいんですか、はい、ルパンちゃんと一緒に犬連れて行くこんな私たちの会話を電波に乗せていいんですか。今ね流れてるんだよ、大丈夫ですか、いいんじゃないですか、はい、私はなんか手汗が止まりません、なんで、ね、はい、すいません、ね、先ほど一つ屋根の下も流れていましたが、はい、この曲が収録されているアルバム、はい、デュエッツ、あのライブでも披露されていまして、はい、たくさんのもう豪華なアーティストの皆さんと、はい、なんかそれぞれ違う雰囲気で、マーヤさん自体がまた違う雰囲気を私今までの曲とは感じられるなと思って、うん、そうですね、やっぱりあのデュエット曲ばかり集めたアルバムなんですけど、そうするとこう登場人物が1曲の中に必ず2人いるので、やっぱり物語が生まれやすいんですよね、うん、だからこう7曲で7編のこうショートストーリー書いてるようなイメージで曲を作っていったので、はい、やっぱり1曲1曲私は必ず歌ってるわけですけど、全部が違う役を演じてるような感じで、うん、
おのずとこうそれぞれ違う表現になったかなと思います。うん、ね、初めてのチャレンジ、こうやって2人の人とそれぞれ一緒に歌っていく、2人一組でっていうことですよね。はい、なんか気づいたこととか感じたことってありましたか？やっぱり私がもともと大好きな方々をお呼びしてデュエットさせてもらってるので、うん、嬉しいっていう気持ちと、好きな人なのでやっぱり憧れがありすぎて羨ましいがだんだん出てきてえ、私はこの人みたいに歌いたかったんだとか、この人のこんなところが羨ましいとか、なんかね、刺激されるというんでしょうか、うん、自分にないものを持っている皆さんがもう嬉しい、羨ましいのと、自分がなんかできないことが悔しいって気持ちもいっぱい出てきて、こう25年目にこういう気持ちがこうね、出てくるっていうのはすごくいいことだと思ったので、うん、なんかこれからのエネルギーの源になるようなそういうアルバムになりましたね。すごい、さらにまたこれからの何か歌手人生の中で学んできたことがあるということですね。うん、そうですね、やっぱ皆さんもそれぞれキャリアの長い方々で、ご自分らしさみたいなものの知ってる人ばっかりなので、うん、なんか自分もきっとあるんだろうけど、自分ではこう把握できてない部分もきっとあって、もっとこう自分らしさって何なのかなっていうのを考えさせられる機会でもありましたね。すず、うんうん、さんは、うん、まーやさんのこの制作中はどのように見守ってらっしゃったんですか？うん、横で見てたよ。おそんなに逐一報告今回しなかったと思います。ね、ただ今ねかかってるこう堂島さんの曲とかはなんかそのカップルの歌だから、なんかそのキーとかを作ってる時に気にして、まあこの曲じゃなかったと思うけど、男性キーってどんなキーで歌うのみたいなことすごい気にしてて、作曲してる時になんかすごい疲れてる時で、あまりにもヘロヘロなんで、ちょっとさこの曲一回歌ってみて、歌わそうと思ったらもうなんかって声がガラガラで、多分元気だったら出るから、多分俺で出るなら大丈夫やと思うで、全然わかんなくてもういいって聞かなかった。あれダメだ。でもなんかちょっとだけ協力した、そういう感じで。すごい、いやね、協力できなかったんですけどね、まだ、はい、でもなんか実はそんな秘話があるというのはちょっと嬉しいです。ね、またそんなことを思いながら聞いてみたいなと思います。では1曲デュエッツからまーやさんアルバムから1つ聞きたいと思うんですが、はい、曲紹介をお願いします。坂本まーや時あさこで一口いかが。お送りしているのは坂本まーやさん、今月17日にリリースされたアルバムデュエッツから時あさこさんとのデュエット一口いかがです。まーやさん、今このデュエッツアルバムを発売された記念で行われた特別番組、はい、オーディの方でディレクターズカットもされているそうですね。うんうん、そうなんです。4月18日まで配信されていて、まーや坂本スペシャルプログラムデュエッツといってこのアルバムの話していて、はい、でこのアルバムに参加してくれた井上芳雄さんゲストに迎えてお話ししてますので、よかったら聞いてみてください。はい、18日日曜日までです。さあ改めまして、鈴村さんと私、はい、ハードキャッスルは今日ワンモーニングを卒業いたします。おめでとうでいいんですか？これはおめでとうでいいんじゃないかな。お疲れ様でした。ありがとうございます。もうまーやさんが一番鈴さんの近くでこの2年間を見守ってこられたと思いますけど、ね、どうでしたか2年間ね。なんかやっぱりいろいろとね、慣れない時間帯の仕事でこう体調崩すこともあったりとかして心配もしましたけど、でもやっぱり大好きなラジオの世界でこれだけ新しい試みができるっていうのはね、本当にありがたいことだったですよね。ね、やっぱりそのこの番組朝の時間帯なんでね、これをやるかやらないかってすごい決断がいるわけですよ。はい、でそうなった時にやっぱ相談しましたもんね。で、その時やっぱり背中を押してくれたのはうちの奥さんだったんで、私押しちゃったんですよやりなよと。でも本当にお相手がエリザベスさんだったので、うん、すごくこのなんて言うんでしょう、二人の空気がいつも心地よくて、うん、いい方がパートナーでよかったねっていつも言ってました。ね、そうな、いやもう本当にまーやさんの支えあってこそだと思います。でも大変な時でね、リモート放送があったりとか、本当に苦労もあったと思いますけど、なんかそれも含めてこのワンモーニングが新しい番組始めるって本当大変なことだと思うんですけど、2年かけてこう根付いたところで次の方にバトン渡せるっていうのはすごい素敵なことだと思います。本当そう思う。ありがとうございます。やってきてよかったなと思えるね。はい、そういう気持ちですよ今は。ね、うん、わあ、なんか
終わっちゃうんだな。泣くの やめてください。もう朝泣いたからね。早いな。ちょっと頭から泣いたから、ね、失礼いたしました、もう時間があまりないです ね私なんかいいからもう二人の話してください。いやマヤさん、どうでした？そんな2年間。でもね、本当にこのようにすずさん、マヤさんと出会えたっていうことがもう、そうだね、すごくやっぱり大きいことで。ザベスさんと僕ってね、はい、普通に僕らが声優の仕事してたらなかなか会わなかった、そういうことね、2人だったんですけど、こうやって会えたってこと、それは嬉しいし、僕はザベスさん本当に、マヤさん元気ですか？本当にね、あの営業でも何でもなく、ザベスさんは毎日うちの奥さんのことをね、本当に褒めて。だからあのオンエアじゃないとこの方がむしろ僕、ね、奥さんの話してくれてたから、すごい一生懸命ね、あの関わってくれて本当に感謝です。ありがとうございます。尊いご夫婦に出会えて、いつも素敵なお話を伺えて、私はもうできたらこんなご夫婦にいつかなれたら、うん、ね、結婚できたらいいなと。いいぜ、なってみろだぜ、その時はぜひまたアドバイスをいろいろお願いします。最後になります、マーヤさん、お知らせとリスナーさんの皆さんにメッセージお願いします。はい、もうお知らせはさっきの通りです。リスナーさん、皆さん、ワンモーニング本当に年間お疲れ様でした、そしてこれからも続く、さっきね、ユージさん素敵な朝のなんか、声聞いて明日からも楽しみってなりました、これからもワンモーニングを一緒に応援していきましょう、ありがとうございます。スーさんも大丈夫ですかね。あ、僕は大丈夫です。そうですね、帰ってからまたいろいろ話せますよ ね、はい、というわけで本日はシンガーソングライターで声優の坂本真綾さんをお迎えしました。真綾さん、誕生日当日にありがとうございました。ありがとうございました。